お疲れ様でーす。こんばんは、お疲れ様です。こんばんは。ピアノの練習お疲れ様ピアノので練す。習ではないんおつもの。です。じゃあ今日はちょっと遅くなっちゃったけどやります。今日も、今日は何そのんな服？に、これはね、こん笑なう勉セールス強フォース何で食べたの？すね。今日は焼肉でしたね。珍しく焼肉です。これいただきそもんの、なのいもや、食こべれたのか。もらったんだよいいね。な、いいな、牛いのただき顔。物です。ハードコアチョコレート。おいただ最き物高。でございます。おうちで。家で。知らないわ。笑うセールスマンですね。お昼ご飯？いや、夕飯。今日の夕飯ですよ。君さんお茶ばかりでまーす。あれ、画面が。今日はまあそんなに。1720から20はのさ、肉食うことは良いことだよ。たとえ殺生であっても肉は大事。晩飯何食べたの？晩飯は焼肉だった。晩飯は焼肉。昼飯はもう普通にラーメンですね、僕は。焼肉？焼肉。テスト。もりくん髪伸びたね。だいぶ伸びたね。ちょっと5月の頭でちょっと切りいきたいですね。まこちさんお茶ばっかりでます。しゃ。ラーメンに焼肉すごわら。そうね。ちょっと、今日は食いすぎましたまね。た白で行くのかな。そのまま伸ばしちゃお。荒ばきの疲暑苦れがしい、取れ暑た。いから嫌だね。だいぶ取れた方かな。米さんお茶ばっかりでます。あれだろう、次の髪型はガイルにすんだろう。いや、あれ、重力的に朝無は理だ食べろう。る派です普通か。に。朝は全然食べないです白ね。やめるの。白やめないやめない。白でいきますよ。白でいきますけど。じゃあ、続きやっていきますね。まあ今日はもう昨日結構夜更かしたからな。今日はそんなに遅くまではやらな加い予藤定。純一はあとちょっとまで行ってたぞ、ガイル。髪型を？すごいね。実際無理5だ。時までやってた？はい、5楽時までやってしい。た。キータンさんお茶ばかりでま昨す。日の謎炎上キャス公式がコイン投げてくれてたわ。キャス公式が投げてくれてたの？そういうことしてくれんだね。なんか、全員に配ってたわのらかわな？ら。全員が配ってたってこと？見てびっくりしたわ。焼肉ってさ、味付けなん。いや、普通にジャンだよ、ジャン。ジャンのタレで食ったよ。焼肉ジャンのタレ。モノ君いいことしたのかも。いや、何もいいことしてないけど。みんなに配ってんじゃない？多分。この放送してる人の。たとえに俺認知されてないと思うよ、公式に。視聴者数見てくれ。認知されるほどそれの、もあり得る。認知されるほどの人数じゃないぞ。じゃあ、やりますねモノ君の力すごいね。ー。いやいやいや、半かも。さすがにないだろう。いきなり真面目なこと言うけどさ、申し訳ない。今度塩で食ってみてくれないか。いやー、でも塩で食ったらうまいだろうね。やっぱ年齢を重ねるごとに、やっぱり、そういう塩とかで食った方がいいよね、モ多ノ分。君焼肉おごってください。そんな余裕はないです。これファーストトラベルできんのかな？できない。わさびも美味しい。わさびね。なんか、聞いたことあるかもな。タイトルとテンションの差がすごい。タイトルのテンション。いやいや、もう、内なるテンションですよ。普通に。めちゃくちゃテンション上がってますよ。内なるわら。あ、やべ。はい、はい。ハイレグナーフされたやつじゃん。ハイレグナーフされたらしいね。いった。心臓いて、何個使集えめずたれ。の？そこ修正されたのか。心臓まだ1個も集めてないよ。いった。待って。この姉ちゃんより出血してんな、若い。
ちょっと待って、うるさい、待って、ひどい、牛タンしゃぶしゃぶ食べたよ。ごめん、今君たちのコメントで愛知人今ない。でか、何しに行くんだっけ。何歳のなの。いや、年齢は設定ないんじゃないかな、多分公表されてないよ。仙台の牛タンしゃぶ食べた。それは良かったね。俺仙台なんか最近マジで仙台名物食ってねえわ、普通に。めっちゃ食らったわ、普通に。それじゃあ抜けない。あれ、金髪になってる。これコスチューム変えられるんですよ。強いし。目的地どこ。目的地はマップで今もうやってある。目的地はここですね。このままこう行って迂回してこうしてって感じじゃないかなと思う。敵を倒しつつ向かってるところではあるけど。倒す価値ってそんなないのかな、別に。後半の記憶なかった。ニアオートマタのパクリか。いやでも実際パクリではないんだけど、ニアオートマタに影響を受けてるみたいだから、まあ、パクリかどうか俺やったことないからわかんないけど、まあ、だいぶオマージュなんじゃない？そんなお茶食ったことあるけど覚えてないな。だいぶ仙台とかに行き始めたばっかの時に食ったような記憶があるけど、まあ覚えてないな。ニアもこういう戦闘なのかな。やないかな。あ、こっちのリジュの方が。あ、死ぬわ。いや、うざ。おい、おい。いまいちコンボがまだ分かってないんだよね、キャンプ。耐えてくれ。いや、これキャンプ寄った方がいいかな。キャンプどっかであるよな。ここか。ここに向かおう。一旦休憩しないとまずい。あ、なんか宝箱ある。もう一人の子は？もう一人の子は待機。とりあえず一人で今向かってる。待機ですね。マップがマジでわからん。この辺にキャンプがあると思うんだけどな。あ、これか。これじゃねえよ。あれ？後ろか。こっちの方かな。迷子だ。あった。キャンプ。休憩、ここでちょっと回復させないと。いやクリアしそう。いや、わからん、それは。正直だって初見プレイだからどのくらいボリュームあるのかわかんないよ。でもやり込もうと思ったら70時間ぐらい行くらしいけど。こっち側か。これなぁ、ファストトラベルできたら最高なんだけどな。ここにポンプが、マップ、マインドマップコピーがあるっぽいな。ここ行ってみるか。なんか BGM 変わったけど、なんだ？簡単？まあ、簡単、やってない、全くやってないよ。結構、簡単な方ではあるかも。やってない。我慢してたよ。本当はやりたいよ。配信でしかやってないから、配信でやるようにしてるけど。まあ、サブは、もうクリアすんのか、良いことだ。次行こうぜ、次。どんだけだよ。どんだけ飽きてんだよ、もう。あ、戦闘中？ふざけんな。
開くと。はあ、今日は落ちたあ。強いしこいつ。やってる本人にしかわからないんだよゲームなんて。こうか。やってる本人にしかわからないのはそりゃそうだ。ちょ、待った、もう、だる。だるいわ。強いな。いや、強くない。俺がプレイでちゃんとできないだけ。集中すればもう、絶対こんな難しくない。喋りながらやるとやっぱ、こうなる。理解できるギャルゲーやるしかないんだって。じゃあ、集中していいよ。もしくは乙女ゲーな。あんた寝てたからあれだけど、どう、微妙だわ。あの制服彼女はどうだろうかな。なんとも言えん。普通すぎてもなんか違う気がするし。必要なってるな。いや、こんなに強くないと思うな。おい、あ、やべ、めっちゃ強いわ。普通すぎるのが王道ってやつだろう。もう一人の子に変える？めっちゃ強いわ。もう一人の子に変える、もう一人の子使えません。使えない。こいつ実際強いな。絶対強い気がするわ。アイテムが欲しいんだよな、ここの。ワーステラブレード初めて見ました、綺麗で。ちょっと多いな。管理人にやっとけと、あれほど言ったのに。倒さないと開けれないからか。開けれない、そう。いや、敵多い。マジで。いった。強っ。あ、特命さんかな。お茶ばかりでます。ちょっとうざいわ。敵超多いな、ここ。卑怯な敵だね。敵が多すぎ。囲まれるとマジでやべえ。普通に。グレ投げた。いやー、マジか。こいつから相手にした方がいいな。ちょっと敵が多すぎ、マジで。敵多いな。一体。ちょっと待って。よってくるシステムなのかな。銃がね、弾を変えたいんだよな。背後から切るやつは。だから背後から切るやつは。ステルスでしか使えないんだよ。ダメだ。いや、きつい。何これ。敵多すぎ。うざすぎ。ちょっとこれ着実に一体一体倒しかないとダメだな。やられちゃう。逃げても取ってくる。一人一人倒そう、もう。ダメだ。
こいつがうざいんだよな。頑張って。うざすぎ。あっ、いやー、これはうざいね。うざすぎ。どんだけアイテムは生きてるんだ。何こいつ、動きが独特すぎる。はいはいはい、オッケー。とりあえず倒したわ。いやー、これなんだ。片付いた、おめ。7182のデータ B サービスエリア A だがったらがったらがったら施設管理サービスを要請。片やって片やって年消化活動中出るわたりません、出るわたりません。タスクを完了できません。応援のサービスドローンを要請。周辺に滞在、間もなく到着予定。管理者へ通達。管理者って言ったぞ、おとなし。レレレレレ。俺だったら間違いなく映画圏。いや、これはね、すごいよね。モンスターのデザインはすごいと思う、本当に。海洋生物がモデルになってるらしいよ。危ねえ。あ、いった。やばい。やばい、2回使っちゃったの、俺。間違えて。あ、バレた。あと少し。あ、間違えた。いつもあれ間違えんな。あ、あ、ガードかか、これ。うざ。青と黄色の、あれがちょっとまだちゃんと俺の中で把握できてない。あー、ダメだった。ステルスできなかった。案外バレるんだな。あぶね、銃使わなかったらやられたかもしんね。よし、とりあえず目的は達成できそうだ。ビームツ A。 いや、強いけどちょっとチャージに時間がかかりすぎて、あんまりあれだな、実用性ないな、正直。弾出てかえんだ、あれ変えられるはずなんだけどな。あれ出てかえんだっけ、これだ。改造でスピードアップとかあればいいね。いや、あるんじゃないかな、多分。持ち帰るの大変。持ち帰るの、いや、大変じゃない。持ち帰るの自体は全然平気なんだけど。チャージがね、やっぱ、飛んでくる敵に対しては、あんまり実用性がない。休もう。キャンプで休憩。あれ、キャンプどこだ？通り過ぎてる。で、カポ飲まないと。キャンプ。いいよ。明日も配信するのすか？いや、明日はしない。さすがに。だけんなよ。戦闘中で誰？どこ？あ、いた。了解。明日はさすがにちょっと。次の日。スタジオなんでね。OK。あ、だいぶスキル溜まったんじゃね、これ。そういうわけじゃない。これか。カモフラージュ
でもこれ最大強化だからもう、強化できないけどな。とりあえずまだいっか。スキルポイント。7ポイント。これあっちゅう間に上がるね。全然余裕でスキルポイント貯められるな。ここに関してはめっちゃぬるい気がする。もうほぼ埋まってきてるよ。長押し三角。ラッシュの移動距離と攻撃力アップする。何時からスタジオなの？何時から？いや、時間はまだ決まってない。のこの坊主はなかなかいいってことで、スタジオとか休んで配信しようぜ。どういうことよ。なかなかいいからスタジオ練習しないってやばすぎだろ。どういう理論だ。わらわら。僕たちアーティストはね、スタジオにちゃんと入らないと。それがね、皆さんにお見せするための、あれなわけですから。のこさんって骨折しているの？骨折はしてなかったっぽいよ。割と一歩手前だったと思うけど。弟の行方。これだけできちゃうな、やっとくか。こいつうざいわ。知ってないのか。でも骨折だよ。君も危ないね。俺らのことなんか気にすんなよ。テレンだろ。良いから配信しな。何を言ってんの。これなんかないか。指もまあ骨折っちゃ骨折なのか。よいしょ。お、なんだこれ。荒らさないでください。こちらは D1G2R の個人エリアです。損傷を与えたり、スクラップを盗んだりしないようにお願いします。ご用の方は最寄りの廃棄場にお立ち寄りください。なんだかこれ。の子はさ、最近荒れてんの？通常なの？割れてないよ。通常だよ。通常、通常。何こう。何屋さん？結局病院は行ったんですか？俺に聞く。俺に聞くな。大島に聞いてくれ。知らんよ、病院行った。病院行ったんじゃない多分。全部俺が知ってると思わないでくれ。本人に聞いてくれよ。確かにわらわら。俺は大島の電光掲示板じゃないぞ。首は言ってほしい。こういうゲームでこの音楽いいねなんか斬新。そうね、いいね。これギアがめちゃくちゃあってもうすごいわけわかんなくなってんだ。ないんでいつもイチャイチャして。うんだろう。してねえ。教えてやれよ。してねえで。シールド強化ギア。メーターエネルギー回復量 6% 増加。今シールド破壊なんだよね、今ね。シールド破壊ギアってこれ役に立ってんのかな。なんか基本的にシールドがないやつにはベータ回復量がいいやつだ。シールドの敵今いなくね。いないんだよね。弟を探すっていうのはこの辺のはずなんだけどな。この上か。上っぽいな。これ上行けんのか？よいしょ。よいしょ。あ、なんか行けそう。いや、行けねえか。この上だよね、多分ね。まだ無理だな。よいしょ。アイテムありそう。アイテムありそうだね。はいはい。
本的に四角二回三角でいい感じに攻撃を打てそう。こっちかな。ちょ。タック。マップがマジで分かりにくい。こっちじゃねえくせえな。どうやって行くんだ、ここ。ぐるっと回んのか。はい。弱っ。行って。ああ、また間違えた。もったいない。はい、はい。はっきり使うほどでもなかったか。もったいなかったか。マップめちゃくちゃ広いんだよね。すごい広い。探索要素がすごいある。絶対これスルーしてる気がするんだよな。何かしら。あ、ここにキャンプあった。ありがてえ。茶色くて迷子になりそう。ね。あ、しかも掲示板、掲示板もあるじゃん。掲示板報告するやつはないけど。あ、ザイオンにいなければ引き受けられないやつもさすがにあるっぽいね。なるほどね。ここは関係ない。なるほど。こういうキャンプもあるんだ。これは楽だな。一緒に休んでいこう。行方不明の妻は気になるだろう。そうなんだけどね。行方不明の妻。なんだっけ。あ、これね。そうね、気になる。気になるけど、まあ、でもね、サブはちょっと、やってたらキリがないからね。まあ、みんなストーリー見たいだろうから、ちょっとま、後回しにするつもりではある。これをぐるっと回っていく感じだな、多分これ。広すぎ。戻らなきゃいけないのめんどいな。広いなぁ。あ、経験値。くれ。ここあんま敵いないね。いや、あ、バスタード。荒野破壊した廃墟。どこだよ。オプション長押しで表示。パス来た。どこここ。全く場所がわからん。どっかで使えんだな、多分。わからん。そうだな。行方不明の妻は好きにやっててくれとすればいいな。好きにやってそうね。いやー、このゲームはね、多分死んでるな。このゲームは大体死んでるパターンが多い。登れね。これ以上いけないんだ、僕。こういう系のゲームは大体死んでる。ええ。おいよ。おいよ。現実世界だと。マーン TR だな。猫死んでたの悲しかった。ね、猫も死んでたし。かもしんないじゃん。妻がラスボスってやべえだろ、それ。あ、ウェイポイント。ウェイポイントはファットトラベルできるから楽だよね。多分これまあ、もう一回クリアした後に、多分コレクション集めのための、あれだよね、多分。楽に。移動しやできるようにするってくれてる感じだよね、多分。え、これ矢印書いてる、こっち。お、あった、アイテム。でも今んとこ多分やり込み要素たくさんあるのかな。やり込み要素はね、多分ね、俺の予想だとコスチュームくらいしかないんじゃないかな。こんばんは、ウズ。こんばんは。あれ出番ないね、ハッキング。ハッキング出番マジでない。あ、これ行っていいとこなの。てっぺんまで行けるか、これ。行けなそう。
NTR とか BBS 要素はあるの？ないよ。あったらやばいだろ。あ、女性だ。それであったらもう規制入ってるでしょ。オッケーイ。妻じゃないです。ちゃんと配信見てんのか。マジでさっきからおかしいぞ。脈絡がなさすぎ。コメントに妻のミッションやってねえ、やってねえのになんでいきなり妻がいるんだよ。いやいや、あんたのこと、あんたに、あんたに言ってねえ。あなたに言ってねえ。これ以上スティンガーを補充できない。わらわら楽しんでるよ。これ端っこに行ったところでって感じはあるけどな。よいしょ。おい、何があるか。おい、なに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 、やばそうやばそう。おお、なるほど。いっぱ、え、聞かない。あ、やべ、死んだ。最悪、起き上がるの遅かった。起き上がるの遅いんだよね、イブ。パッと起き上がってほしいんだけど。強化するべ。いいよ。あれなんだろう、無視していいのかな。お前あれだろ、今コメント止まって焦ったべ、それで死んだんだよ。いや、全然当たってないです。何、視聴者数気にしてやってないです。いっ、あぶねえ。あ、これ避けるんだな。いった、食らいすぎ。あ、これすぐ丸押せば起き上がれるわ。これだけ？どうすんだ、あれ。え、待って待って、え、マジかよ。ダメージエグすぎだろ。推進だわ。さっきのアイテム回収したから。いや、強すぎじゃん。進めないっていうか、多分道は多分そもそもないんじゃないかな。多分あのさっきの平均値いっぱいもらえるやつがもらえれば多分 OK なんじゃないかな。これ OK だと思う、多分。他多分行き止まり、マップ上で言っても行き止まりだね。この先行くんじゃないの。いや、この先多分行けない、多分行けないと思う。でも、行くしかないのかな。やべ、あー、にしてもどうやってチャージで撃て殺せるかな。飛べないと届かないよね。全然ノーダメだわ。どんどんあれ壊せない。この下は死んだろ、これ。死んだわ。いけない、いけない。あ、無理っすね。別の道を行こう。ベラ敵守ってただけかな。ここでしょ、多分普通に。ここだ、ここ。平気ルートはここだ。いた。これがあっただけだね。マインドマスコピー、あー手に入れた、よかった。これで一応弟の行方っていうミッションは多分クリアかな。
それ探してたんだ。そう、探した。ウェイ。ナノなんちゃらってやつがこれ以上集めらんないって言われちゃってんな。え？この上か。弟の行方じゃねえか。これが弟の行方か。この先だ。あれか。ここだ。おお。はい、はい。ここだな。こいつらは立つに弱いんだけどね。よいしょ。ここ？なんか不穏な空気がするが。あ、もしかして。怪しいぞ。アルベルトの記憶。俺の目標はダイオンで一番大きな店を取ることだ。夢はでっかく持ったっていいだろう。くそ、回収屋になんかなるんじゃなかった。死んでしまってる。ここは？開きますか？開いた。何？これ壊せばいいの？はい。お、開いた。しんどるやん。疑問符？アーロンの記憶。オルカルが、こんばんは。偽りの預言者なのは間違いない。パーソナルリンク。なんだそれ。こんなもの聞いたこともない。奴は市民を脅迫してたんだ。間違いない。それが全てだ。全くイカれたジジイだよ。俺たち自由市民は必ず打ち勝つ。団結した人民は決して取れない。それでも、姉さんに会いたい。あ、ザイオン・アーロンのロッカー。マジで生きていることないな。ね。破れない。完了です。ん？破れない？いい家で行くか、とりあえず。会いたい。死んでる。やはりみんな死ぬ前に人間は死んじゃってんだよな。だいたい手遅れ。アイテムはなさそうだね。とりあえず完了。先を急ごう。この先。あのじいさんに消されたのかね。どうなんだろうな。なんかやっぱりギギギも。破れないよ。取れないって読んでたぞ。破れないよ。取れないって言うんだ。ごめん。に目がボケてたかな。こいつ結構強いんだよな。だるいだるい。俺も支えで下わかるよ。老眼。え、老眼？老眼か。俺も老眼なのかな。そろそろ。痛い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 。やばいやばい。だるすぎこいつ。よっ、回復回復回復。だるいと言いつつうまくなってる。いや、なってはいないだろう。痛い。よっ、食らいすぎ食らいすぎ。結構持ってかれたぜ。やばい、回復がもうねえ。なんもない。次のキャンプどこだ？ここか。オッケー。キャンプに先に行こう。いやー、助かった。あれでもここ来たとこだね。一回来てんのか、俺。何しに来てんの？主人公は女限定？主人公は女限定。それはね、まあ、ストーリー上、
まあそういうゲームですからね、これ。もう目の保養ゲームだから、まあストーリーも実際いいけど、お尻を眺めるゲームですこれは。ね。このね、最高のスタイルを眺めるゲームです。ちょっと見ないうちに敵もステージも全然違う。強いような。ドローン、あ、ドローン強化できるんだ。あー、あれか。上。これだね、ドローンのスキャナーをアップグレードする。スキャナーの持続時間。そうですよ。お尻を眺めるゲームですよ。全く間違ってないでしょ。獲物くん、こんなナイスバディ好きなの。日本人にはいない体型だよな。まあそうね。まあ韓国のゲームだからしょうがないね。でも俺本当に実際に、そのモデルの人が、あの、スキャンニングして、あの、作ってるゲームだから、この体型の人は実際にいるんだよ。モデルの人いるの？そう、モデルの人いる。メリハリボディみたいなの好きなの？モデルの人いるよ。こんな人いるのか。いや別にまあ、好きか嫌いかってみんな好きでしょ、男は。で、これがいいっていうわけじゃなくて、単純に、世の男性は、わ、すげえってなるのは普通だよ。しょうがないよ、それは。女でも好きだよ、この体型。あ、ほんと。そうなのかい。そうだな。パンツの中までスキャンしたって有名だよな。どういうことだよ。そうだわな。これはやばいだろ。あ、これ帰ってきたな。ここ来てるな、一回。はいはいはい、このあれか。ぐるっと一周回ったってこと？食ったりしたのが好きかと思ってた。食ったりした？食ったりしたってどういうことだよ。ここら辺はサブミッションなんだよな。ちょっとまあ、一回飛ばすわ。ストーリー優先で行くわ。本当は行きたいけど。柔らかーみたいな。あ、柔らかーみたいな。柔らかーみたいなと、くったりしたって、全然意味合い変わってくるぞ。この先にアルテスレボーがある。サブミキになるなら行けば、この人パンパンだもん。いや、パンパンなのは、この衣装の問題だって。まあ、あとは筋肉さ。この下かな？下だったのかな？こっちで合ってると思うんだが。なるほどね。こいつうざすぎ。あれ使ってた。まあ、いいか。はい、はい。あ、なんか鳴ってる。なんだ？これ、中に人いるのか？落ちた。あ、なんかいる。落ちた。誰？わからん。オルカル様の命でここらの施設。すごい入れ墨が。で、妻じゃん。帰る時に化け物に。妻か。命拾いついでに一つ聞いてもいいかい？近くに衛兵はいたか？いいえ、あなたしか見てない。うん。実は護衛の衛兵がどこかにいるはずなんだ。彼がネイティブに襲われた僕を守ってくれた。果敢に立ち向かってくれたんだよ。彼を置いてくわけにはいかない。待ってて、私が。ああ、なるほど、これサブミッションだね。ゴーって名前だよ。ゴー。これも死んでそうだけど。そうだね。ゴー。あれ、この人元気だ、ホッとした。これかな。ゴーを探そう。どこだこれ。てか、ゴーに閉じ込められたんじゃね。あ、全然近いじゃないですか。フラフラしてるね。全然近いじゃないですか。いやいや、坊主ってだけで。坊主でもなかったからな。ピンヘッドだったからな。なんもない。でも、近いから探してあげようか。でも、どこだ？わらわら。
はい、はい、この上だよね、多分ね。生きてるといいわね。どうかな。入所いいね。入所いいよね、可愛いよね、普通に。マスクかな。あそこっぽいな。たくましい女いいな。たくましい女いいですね。行って。あぶね。本当はカウンターをするべきだったんだけど。はい。落ちる落ちる。やばい。あぶね。こっから行くのか。ここっぽいな。まあ、世界観はすごいいいよね。大丈夫ですか、ここ。プラント。近くにネイティブはいない。絶好の釣り場じゃないか。釣り場？釣りできんの、このゲーム。うん、とても素敵。ゲーム内容さすがって感じする。そうだね。え、釣りできんの？世界観は人それぞれだぞ。え？そうすよ、そんなことやられても悪くはないでしょ。釣りしてほしい。さすがに釣りはできなそうだな。釣りするっていう項目も出てこないしな。まあ20なんですけどね。なんだこれ、動かねえ。なんで？運命がかつてはあった場所なんだね。そうだね。なんだこれ。ああ、そうだ。はい。何してるん？これでいいのか？これだけ？謎解き？謎解きなのか何なのか分からん。どこだ？かなりそうだな。よいしょ。え、わか、全然分からん。あのギミックは何なんだ一体。あ、これか？あ、これだ。これもか。はい。あともう一個か。どっかにもう一個ありそう。よいしょ。はい。あとこれだ。定位置に動かしてるの？そうそうそう。これ操作しづらいんだよな。よしよし。あ、動いた動いた。あ、なるほど。宝箱ゲット。これだけ？行方不明の衛兵を探すっていうミッションがまだ終えてないんだな。謎解けた。いよいよ。海の中がもしかして沈んでるのか。沈んでる可能性高そうだな。なこれ。お、来た。やっぱ缶だった。缶でした。カフェラテ。ゴーどこ。ゴーは多分あった。ダイビングするの？ダイビングします。ゴーはこっちなんじゃないかな。あ、なんかいますよ。テレルークの記憶。ここだ。でも泳げないんだよな。どうしよう。釣り竿を使ってみるか。助けてくれ。俺は泳げないんだ。頼む。誰か。ルークなんで。ええ。ルークなんで大丈夫です。ああ。ああ。釣り来た。
ゴーの記憶。オルガル様に命じられてアルテスデポアへの道を開けた。その後、ダイオンへ戻ろうとしたところ、化け物どもに邪魔された。エンジニアが無事だといいんだが、エンジニアは無事。こいつが例の衛兵か。そうですね。ネイティブと戦ううちに足を踏み外したんだろう。何時の尊き記憶よ。かわいそうに。釣り竿ルークから盗んで、違うか。ルークから釣り竿を盗めなかったと思うけどね。釣り竿をちゃんと持ってたのか。お、すごい見にくいな、ここ。まだまだ。魚いなくね。魚、ここはいないね。深いなぁ。あ、じゃあ、格好。深い。めちゃくちゃ深いんだが。息できるのか。いや、息はね、できるんですよ。人間じゃないんじゃないかな。人間じゃないんじゃないかぐらい、息はできてます。思った以上に深い。おお、さらに下あるぞ。すげえ迷うんだが。改造したから平気って言ってたね。オッケー。こっち側にからも下行けるからな。あれ、これ以上下行けねえぞ。行けねえわ。暗いね。水中ゾワゾワする。これ以上下行けねえわ。こっからは行けんのかな。ダイビングいいな。ええ。こっからは行けるっぽい。モノ君どこへ。いや、俺もどこへ向かってるのかわからん。何かはあんじゃねえか、俺。こっちか。あ、箱があった。これか。うわ、パスワード持ってません。おめでとう。いや、残念でした。パスワードがないっす。ここまで来たのに。くそ。またいつか。またいつかですね。で、こっち行って、帰り道も大変だ、これ。覚えてられるかな。どこにあるどのパスワードか忘れそう。全然忘れる。マジで忘れる。もう来ない？もう来ないってことないでしょ。よいしょ。バス停には行ったら場所わかるんじゃないの？地図に印ないのなや。バス停に入ったらわかんのかな。でも、これかな？詳細。いや、詳細しか書いてないんだよね。まあ、崩壊した廃墟。そう、ざっくりしてんだよな。名前か。そう。詳しい場所までは分かんないね。よいしょ。まあ、とりあえずミッションはクリアしたからよししよう。で、帰り道どこだ？あっちか。あれも多分勘ってことにしよう。まあ、多分勘だと思うけどね、リアルな話。あれ？マジでわからん。どっから来たんだっけ、俺。どうやって帰んだ、俺。上じゃねえか、下か。下から来た記憶が、気がするな。よいしょ。ここか。ここだ、ここだ。オッケー。
無事ミッション完了。で、こっちかな。報告つら。報告はもう全部死にましたばっかだね。今んとこ。お、キャンプがある。ありがたやー。切ねえな。切る。ゼロポイントか。さすがに無理だ。休憩しよう。よし。スキルツリーほぼ埋まって、うんね。いや、そうなんだよ。余裕すぎて、だいぶ。いや、まあ、このくらいでも気軽でいいけどね。ジョニーと話す。ジョニー死んでたよ。戻ったか。どうだった。衛兵は見つかったかい。もう亡くなってた。そうか。僕のせい。危険な任務だったのは分かってたけど、何時の尊き記憶よ。とはにあれ、ひとまず。これ流行ってんのか、この言葉。達成できたのは救いかな。よかったらそこのエレベーターを使ってくれ。直したんだ。ええ。じゃあ僕は戻るよ。命の恩人のメモリースティックを持ち帰らないと。またね。完了。見た目に似合わずいいやつだな。ありがとう。じゃあ、おつおつ。エレベーターってこれかな。ここじゃねえか。よいしょ。これか、エレベーター。ああ、なるほどね。うぜえ。俺思ったんだ、行方不明の妻ってわずかにし心の君はって意味だったんじゃないか。え、どういうこと。若かりし頃の君はこんなやつあったっけ。遠距離攻撃の強化に特化した。使わないな。微妙か。微妙だな。どこへ向かうんだこれ。こっちか。あ、もう道順的にはもう着くね。アルテスレポアへ向かうだから、こっちでいいのか。こっちからも行けそうだけど。あ、行けないな、こっちは。ああ、ここは開かんない。あ、なんか死体がいる。だ、どこだ、あいつか。ザコメ。回収や任意記録の助言。作物は冬になると枯れるが、春になればまた芽吹く。今、地球は冬を迎えている。だが冬が終われば春が訪れる。だから諦めずに戦い続けろ。俺のためにも生きて、春を、なんだこれ、進化してくれ。進化で合ってる？わかんないな。ここは？開かない。やっぱ遠回り立てられるんだな。大岡かも。大岡か。失礼。あ、間違えた。また後ろ行ってた。もう後ろに下がるくせ、マジやめたい。あれは前に突っ込むのが正解なんだよね。明日頑張ってください。おやすみ。おやすみ。明日。明日は特に頑張ることはないが。まあ頑張るわ。一日を頑張って生きるわ。
これ上のとこないね。結婚なんだけど、なんだこれ。いい目標だな。女、いい目標です。こいつ分かりにくいな。いって。また間違えた。調子。これキャンプあるよね。なかったらやばいけど。頑張ってご飯食べてね、わら。頑張ってご飯食べるって。ご飯を美味しく食べないと。知らねえってきた。弾なくなっちゃった。いて。そう、相打ちだ、ほぼ。なんだこれ。なんか見たことあるぞ、これ。こういう敵いたよな。いた。ぬよ。攻撃のモーションが全然わからん。倒した、とりあえず。ちょっとキャンプないと HP の回復ができないんだから、やばいな。とりあえず回復すっか。この本体が出てくるオチかな？あ、女性だ。女性箱に埋もれてたの？かわいそうに。助け出してあげてよかった。ナイス。ボディコア。つまんな。よし。この先多分ボス戦だと思うからな。おそらく。なんかある？なんもないね。お、やっぱりあった。キャンプ場があるね。完全にボス戦だな、これ多分。よし。キャンプ起動。いや、これな、エグゾスパインが使う機会がないんだよな。使っちゃっていいのか、別に。チェーンコンボ。敵から受けるダメージが 10% 減少する。まあ、これ強化するか。使わないと思うんだけどね、多分。グレネードとかマジ全然使わない。ナノスーツ。この辺も、あ、でも作れるね。作っとくか。髪の色はなかなか、このザ・プラグスーツみたいな、チャイナスーツもあるんですよ。チャイナ別に、チャイナはちょっとあまりにも世界観が、あ、これ良さそうだよね。装備しますか。装備してみよう。わあ、エッチいぜ。エッチいけどなんか、戦闘っぽくていいね。でもこれなんかあれじゃね？もらったやつの金色のやつの色違いじゃね？これ。なんかそんな感じに見えるけど。なんとなく似てる。ね。シールドブレイカー。不意をつく攻撃で敵をスタンさせ。長押しでチャージ可能。トレーニング。切るもので強さ変わる。これ結構いいじゃん。が、チャージして放つとシールドのダメージ与える。そんな技あったのか。いいじゃん。いや、これを今覚えたんだよね。 OK。 だ、ガードしてる敵に対して使えると思うんだよね。よしよし。休んでない。
ケイ。アルテスレボアの入り口だ。なんだ、すごいね。入るにはコードが必要。いや、だが試練を乗り越え。試練を乗り越え。あなたはアルテスレボア。様よりこの地の守護を任されたこの衛兵のクイエルだ。ここが禁足地と知らぬのか。結構進んでそうですが、いやそんなに進んでないんだけどね。そうであっても資格なきものを通すわけにはいかない。エッキー格好してるな。資格、私を打ち負かした者のみ戦うのか。こいつ喋るのか。すげえデザインだ。戦わせられるな。次にボス。回復。さっきのタコみたいなの来ると思った。そうだね。これガード不能なんだよ。強っ。攻撃力高えな。パリーだなこれ完全に。パリーゲーだわこれは。ここで止まれよそ者。あ、聖夜さんお茶ばかりでます。待て、パリオ。あれ飛ばせない。あなた、オルカル様よりこの地ここが。あ、飛ばせるわ。待って、私たちはそも。そうであっても資格。飛ばせるってか、そんなに飛ばせないけど。モノ君をおやすみなさい。おやすみなさい。攻撃力が高え。けど結構攻撃力が高え。HP がやばいっす。ギリギリ勝った。でも全然強くなかったな。見事だ。おめでとう。アルファネイティブと戦えるだけの力は持っているようだな。どうも。刃を交えられて光栄だ。拍手。最初の攻撃がちょっと分かんなかったけどな。ああ。アルテスレボアは長き余裕に見えた。ネイティブに侵されている。ここから生還した者はいない。だがお前なら敵対されてなくてよかった。そうだね。どうも。お、開いた。エイドス。これこの先回復できるかな。一応死にそうなんですけど。このムービー見たことあるな。妊娠してたのか。
いや、わからん。実際妊娠してなかったのかな。妊娠してるには見えたけど、確かに。でも昨日ね、妊婦なのかなって言ったら、失礼だぞっていうコメントもあったし。実際わからん。ブレードが急に中年化もよ。WW。ドローンのスキャナーもダメだ。どうなってる？まずいな。特殊な電磁フィールドがこちらのシステムを妨害しているようだ。中にネイティブもいるはず。あ、ドローンの装着はできそうだ。射撃モードも。なるほど。しばらく FPS ゲームなのか。リリーに感謝しないとな。ドローンがあればいける。進もう。しばらく FPS ゲームになりそうだな。え、てか普通に。待って、一回戻ろう。回復するとこねえのかい。一回キャンプ寄らないと。まだ回復させてくんねえと思わなかった。戻れるんだ。戻れた戻れた。あ、普通に喋れる。あ、いいよ。また試練に挑みたいのか。え、いえ。挑んだところで何もないでしょ。なんか上にも道あるな。なんかあんのか。おい、行けんのか。つよつよ姉さん。行けねえな。ただの飾りか、あれ。めっちゃ走らんだよね、あそこに。ここは開けられんだよな。ここは開けとこう。あ、開かねえわ。あれ？なんか新しいとこだ。なんかいるな。後で行くのかな？よし、休憩。よし。なんだべ。わからん。すごいねえ。なんか、あ、あそこが開けれんのかな？あそこ開けとこう。いいよ。鍵を開ける。はい。さて。いいよ。さあ、一体地下には何があるのか。ドキドキ。暗い。あ、そうか、スキャンも使えないのか。スキャナーも使えない。研究所、研究所入り口。スラグ弾、8発しか持ってないけど大丈夫？あ、弾薬補充、ありがたい。ん？何て言えた？ちっちゃくてわかんねえな、たまに。怖いか。怖いな。よいしょ。ウィーン。外から見たときは古びて見えたのに。お、なんか急に強制的に歩き始めた。外と中の時代感がなんかちぐはぐ。確かに。お前たちは偽物だ。我々こそが人類だ。お前たちではない。我々は偽りの世界を正しき姿へ戻す。そして我々の手でこの世界を浄化してみせる。人間じゃない説。これはナムシカ州がちょっとしますね。ちょっとごめんなさい、トイレ行ってみます。イテラ。カン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 って音する。
よいしょ。わかりました。これカンカンは。どっちのこと言ってるんだこれ。オケリ。よし。これもうエラー音というかあれだね。異常音。浄化スキャナー。なんだ。そう。消毒。ハイテクな空間だね。消毒。え？大丈夫かな。下がれ。え、なに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 。目の前にロープがあるぞ。ああ、なるほど。これあれか。下はもう、あ、もう下は死にますね。壁は張ってけど。よいしょ。はい。はい。これね、体を揺らす。すごい。よいしょ。あぶね。起動シーケンス。起動完了。管理者 ID を入力してください。ラファエル確認しました。コマンドプロント、プロンプトへ移行。コマンドを入力してください。確認しました。私の名前はラフィー。私は人類解放伝線、天線のメインコンピューターです。人類を機械の抑圧から解放します。人類に革新をもたらす実験を進めています。私は管理者コマンドに応答します。天使の名前？え？そうだっけ？ラファエルって。やっぱ神話あれしてんのかな？あ、なるほど。そういうことか。ラファエルっていう天使がいんの。で、俺知らないからな。ヒント。ああ。落ちたら絶対死ぬもんね。はい。ザヨンも綴り聖地だしね。なんだなんだ。爆発した。何？グロイ。不気味だったけど今。なんか人間っぽかったけどな。わあ、すごい。うわ、なんなのここ。カプセルだらけ。研究施設だったのかな。急にホラゲになっちゃった。急にバイオ感が。すごいね。不気味なとこだ。アリスいっぱいかな。アリスいっぱい。おお。めちゃくちゃ弱いけどって気は。あ、後ろもいたんだ。全然気づかなかった。リロードとかは特にないね。はい。ネイティブだ。え？なんかネイティブにしたら変じゃね？え、めっちゃ兵士っぽく見えるけど。なんかなんとなく見えてきましたね。やはりネイティブは、やはりネイティブは人間が作ったやつが結構濃厚になってきたな。やはりこれは。うん。キャンプがあるぞ。人間元にした兵器かも。そうかもしんないね。スキル。人体実験かかもしんないな。ゼロスキルポイント、ゼロ。それに滅ぼされたの？そうかも。まあ滅ぼされたというか、まあ戦争みたいな感じなんじゃないの、もしかしたら。結局滅ぼされたというか、自分で滅んだみたいな、地球がね。
はい、だ。なるほど。おーい。シュールだな。うわさ。普通にやられただけでした。わあ、見逃した。今のイベントじゃないんだわら。全然イベントじゃなかったですね。よいしょ。あ、でも結局あれだ。もう一回やんなきゃ。あ、奥にいるね。はーい。距離感がつかめない。落ちるものくん、かわいいわら。ひどい。よいしょ。え、むっそ。結構あれだね。急がないとまずいね。しびゃ。よいしょ。よいしょ。おお、びっくりした。拍手。ビビるわ。びっくりしたわ。まあそんなにホラー要素強くないけど、まだ。なんだ。ねえ、バイオだね。え、ちょ、これで起爆するだけなんだな。あ、でアクラウンダーのダメージ。ゲーム変わっちゃったな。まあ、なんかバイオのいいとこ取りをしてる感は否めないけどね。まあでももうほぼ確定だろ、これは。もう答えがもう見えてるな、だいぶ。それ以外になさそう。ね、完全に。お？だいぶいい日ではあるが。よいしょ。よっこいしょ。テクター A07。すごいね。でも作り込まれてますね。なんだ？なんだ？ん？これ、プレステか？まさかの罠。プレステじゃん、これ。え？ああ、これ順番通りいけってこと？三角丸バツ四角。多分、そうだよね。ああ、間違えたー！もう、分かってんのに。懐かしの記号は。ジャンプ力高すぎる。あ、ジャンプしなくていいのか。三角、丸、バツ、四角。あー、普通の床は落ちるんだね。なるほど。床の模様が手がかりになるんじゃないか。普通の床は落ちるんだね。順番ってこと？そうそうそう。三角、丸、バツ、四角、三角、丸、こっから分かれ道か。バツ、四角、三角、丸、おもろい？バツ。まあ、おもろいよ、全然、普通に。だいぶエンタメ寄りだけど。
三角丸×ああダメだダメだ三角丸×四角よし、よし余裕だセキュリティ手続きマニュアル私は人類解放戦線のメインコンピューターラフィーです人類のため命のためこの地下施設では機密保持と隔離を最重要事項としています研究や実験の最中に発生し得る緊急事態に備えるためにご協力ください私施設に入る際は安全手順に従ってくださいなるほど For Human For Life え、どういう意味だ何の T シャツこれ、笑うセールスマンですラボなのかどういう意味にどういう意味だろうわかる人英語わかる人ノーミュージックノーライフノーライフ的な感じだよねわかりませんわかりませんかショーセールスマンだったのかバラセールスマンそうえ、なんてえ、フォーヒューマンって書いてあった赤い簡単と疑問符フォーヒューマンズフォーライフフォーヒューマンズフォーライフなる骨人のため暮らしのためなるほどのために仕方がなかったみたいな感じのため暮らしのためなるほどありがとう シックウェーブ前方に向かって強力なエネルギー波を2つ放つあこれ強いですねベータ技だからかこっちはベータの強化ってことかなるほどねよしとりあえず行こうとりあえず使えねえからなまだわーおあれなんかめっちゃニケっぽいけど標本ラボジェネレーター内にフュージョンセルの反応がある中から取り出そうすごいけどコーションえなんか操作するっぽいな今どこなんだかわからなくなりそうそうね取り出したらまずそうどういうこれあれだななんかよくあるパターンかなこれ操作できないな。これ操作できない。なんで？照射するパターンか？でしょうね、多分。どこに向けてやればいいんだ、これ。仕組みがよくわからん。待って。ここから、から照射するのか見えにくいねなるほどで待ってこの ゴールの位置がわからんどこに向けて照射するんだビームはどこに先へ行くにはフュージョンセルが必要だフュージョンセルが必要どこに向けて撃っちゃいいんだヒント椅子を使って上に行きレーザーを起動しよう。椅子を使って上に行き。これ、ああ、なるほど、これか。上なの。はしご。これかな？死後か椅子じゃねえよ。おお、びっくりした。それなんかもう別ゲーなんだが。ドキッとした。すいませんね。待ってるのやだな。まあそんな、ホラーゲーほどではないけどね。
これか。ここは？なんもないな。いない。左右確認していかないとダメな。え？出てくるのかい。お客様案内、人類の進化の先導者、エイドスカンパニー。当社のサイバネティック工場に立ち寄りいただきありがとうございます。新たな技術存在、そして常識のトップランナーとして、エイドスカンパニーは様々な体験プログラムを実施しています。プレエントリーのセキュリティ手続きにご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。予約番号をご提示いただきましたら、すぐにお伺いいたします。あ、前次ってあるんだけど、これ。ジュメインの攻撃に変えたんだね。いやいや、変えてないです。銃しか今使えない状況。前次ができないよ、これ。終わった。開いた。向こうのドアが開いた。向こうのドアなんだね。こっちは開かないと。だるいぜ。おお。人類の進化とは。これが人類の進化の姿だな。は？なんか今、表彰されたけど。気のせいか。タイラント。タイラントほどではない。タイラント。てか、普通に、牛がめちゃくちゃ強い。よいしょ。なんもないね。さっきどこの扉が開いたんだ？ここじゃない。ここでもない。こうか。ドローンアップグレード用。あ、それは助かる。弾が有り余ってるね。お、動いた。レーザーが出たぞ。スキャンもダメなんだっけ。スキャンもできない。OK。これで。え？やった。なるほど。お、なんかちょっと。なんかいっぱいいるけど。やばい。たくさん。たくさん来たわ。行った。ただ弱いんだよな。お疲れ様でした。ただ全然強くないんだよ。OK？ いや、これで無事クリアかな。こっち側行くか。一応ぐるっと一周しよう。徹底的に調べよう。お、ありがたい。回収。こういうの大事だからね。これでぐるっと一周したことなのかな？多分。はい。危ね。OK。ああ！意味ねえ。まあいいか。よし、これでビームが発射されたから、これを多分やればいいんだよね。これどっかでやったことあるな、これ。バイオで習ったやつやろう。完全にバイオなんだよな、これ。当たると痛そうな感じする。
俺、めっちゃ今、なんかアラーム鳴ったけど大丈夫か、これ。これ壊れたらやばい感じ。え、っていうか、もう一個は？これ韓国ですか？これ韓国です。ケースに当たると出るんじゃね？出そうだなぁ。え、ちょっと待って、これ。どんな色になった？むしろこれあれか？いよいよ。こっちじゃねえのか、そもそも。これは間違いなくここなんだよな、多分。当てて出して殺すのかな。あ、で、いや、ここに向くんじゃないの、多分。これ多分。最終的にここに、あれに照射するんじゃないの、多分。と思うんだよね。だから、多分だけど、の邪魔なら殺すしか。だから多分、こうだと思う。これは。この辺か？なぜ時頑張れ。で、ああ、わかった。わかんねえわ。そうか。じゃあ、これ固定されてんな。これ動かせない。これダメージ食らう？あ、食らうね。全然でも痛くねえ。なるほど。普通に敵が出てきました。まあ大した密じゃないよな、これ別に。あ、ここにもあった、これか。え？これ壊さないと進めなそう。そうだね。なるほど。とりあえずこれはこれで合ってるっぽいな。こうで、で、これを持ってきて、これだるいな。結構時間かかるの、これ。もう別に壊しても問題ないわ、正直。モノ君、こんばんは、お疲れ様。こんばんは。全然大丈夫だしな。全く問題ない。弱いし倒しちゃおう。全然大丈夫。いよいよ。これを。敵強くないね。全然強くない。あれ？間違えた。で、一旦置いて、なる骨。別にいらねえよな。必要あんのかな？なくてもいけそうな感じするんだけど。もう一個ってあれ必要あったのかな？ここにもう一台あるんだけどね。特にないもんね、これ。え、これで普通に成功だと思うんだけど。いけたぽい。ねえ。なんか地味だな。いけた。すげえざっくりしててもオッケーなんだ。
お、ヒーロンテル。よし、うまくいったな。だいぶ優しめだな。まあ、メインストーリーだしな。はい。パンツは何色かな？パンツ見えない。パンツは黒ですね。全部使わなくていいの、優しいね、わら。今日も黒ですね。今日も黒ですね。モノ君は？こらこら。俺何色かわかんない。忘れた。もしかしてネイティブを研究するための施設だったのかな。ネイティブを研究じゃないだろう。ネイティブを。え、嘘。そもそも敵のことを知らないと相手に打ち勝つことなんてできない。ポジティブすぎだろう。ただここは何かの生産施設のようにも見える。ネイティブ自体はじゃああれか、もしかして本当に宇宙地球外生命体なのか。イブ気づいてないの？いや、わからん。ネイティブゾウさんじゃないの？いや、むしろネイティブと人間をつけて最強の人類、施設だろうね、最強の人類にしようとしたとか、そういう感じ。ネイティブ自体は、ね、そうそうそう、とかの可能性はワンチャンありそうだよね。特にメッセージはなし。おいおい、どんどんおとなしくなってきたな。赤く光ってる。老朽化したロビー。ボスやっぱりを競う。これ普通に落ちそうじゃない、これ。謎解きメインに。電力が切れてる。どこかに動力源があるはずだ。これじゃないの？これエレベーター？エレベーターか。なんだ？ああ、くそ、逃げ場がない。ああ、やばいやばい、どうすんの？おい、どうすんの？どうすんのこれ。おい、どうすんの？いや、怖えよ。ああ、そういうことか。迫ってきてはいないかも。いた。レーザーを武器でくり抜けてきたぞ。弾が全然ない。そうだね、俺もそうだと思ったわ。バイオ感があるから、てっきり狭くなったと思ったけど、別にそういうことでもなかった。これは別に。と思ったんだけどね。大丈夫そうなの。そこまで悪ではなかった。ああ、ちゃちゃちゃち。まあ、だいぶ、フリーチャのデザインはやばいけどね。あ、やべ。あ、死んだわ。レーザー食らったら死ぬわ。銃杖だ。一撃か。一撃だった。えっ、モノ君を休みたら頑張ってね。おやすみ、頑張ります。ありがとう。ワンちゃん撃って止まったことないか。撃って止まるってことはねえか。レーザーを無機質で擦り抜けてきたぞ。まあ普通にスローになるからだいぶ優しいけど。エイムがだいぶ来る。エイムアシストだいぶあるけど。オートエイム、一応オートエイム発動してるね。
いてやばい。全然余裕ではあったけど、よいしょ。よし、これでエレベーターを使える。はい。あ、出す。あ、これいいのか。されてるのか。何回誰弱点を探す。キャンプ場もいっぱいあって結構優しいね。あれか、死にゲーの印象なくなったかな。死にゲーの印象なくなったね。まあだいぶイージーではあると思うよ。死にゲーではないね。エンタメアクションだね、これは。もはや。まあ、もとも、俺そもそもそんな死にゲーっていう感覚がなかったけどね。むしろ俺には今こんぐらいがちょうどいいわ、マジで。セキュリティコードがないと通れないな。なるほど。そりゃよかった。お、セキュリティコードはこいつ。お、出た、これだね。近くにあるはずだ。ドローンアップグレードも言える。ありがたい。ここだね。はい、コードを入れてみろ。よし、ヒント。 UNIDIAUN。 よし、開いた。通気口。なんかいかにも何かに追いかけられそうな雰囲気ありますけど、大丈夫ですか。え、風のせいでドローンが安定しない。あ、そういう感じ。なんかどっかでやったことあるアクションだな、これ。クラッシュバンディクかな。クラッシュバンディクでこんなのあったぞ。クラッシュバンディクでこんなのあったぞ。壁も走るし、フラッシュなのかもしれない。う、ね、余裕でした。よいしょ、開きますか。開いた、ありがたい。だいぶ手に入ったな。よいしょ、こうかな。今のところメッセージがまたなくなったな。あ、でもやっぱデビルメイクラインにちょっと近いよね。人が化け物使いねえや。
デビルメイクライはやっぱ思い出す。スタイリッシュアクションゲーなイメージだな。ハッキング。は？うわ、バラバラだ。バラバラなこともあんだね。あ、時間がない。いろんなゲームの面影が。おう。いや、でもね、確かに韓国はそういうイメージあるけど、まあもう今そういうの全然ありな時代だからね。俺は全然いいと思うよ。面白きゃいいんだよ。そうそう。アルワールドもそうだけど。面白きゃいいのよ。ここにもキャンプがあるとはな。ひとまず休憩しよう。あ、なんかいる。え、来た。サンキュー。タンブラー拡張モジュール。すごいね。でも、危ない危ない。世界観はめっちゃバイオっぽいよな。お、でかい。でかいセーフハウスだ。めっちゃ動いてるけど、こんなとこで休憩したくねえよな。強化できるかな。ここにいるネイティブは人間と似てる。わらわら。始まった。地上にいる奴らとは見るからに違う。そうだね。それに未確認のネイティブばかり。エルダーネイティブ、私たちに一体何を隠してるの。まあもう だいたいこ、なんかバクバクしてる。だいぶ答えは出てるけどな。ドローン強化、おー、いいですね。ピアノのアップグレード、反探知機、やば。反探知機でしょ、そりゃ。あ、でも足んねえや。もう反探知機が一番いいよ。感染用あったわらね、完璧だわ。俺を一番強くした方がいいかな。攻撃力アップ、弾丸補充。よいしょ、行きましょうかね。コスプレ作れるかな。ナノスーツ。作れないね。まあ、素材、上級ポリマーが結構必要なんだな。やっぱ色違いだよね。やっぱりそうだ。なるほどね。プラネットなんちやら気になる。あ、これ、多分これはなんかもうガンツじゃないかな。ほぼガンツな感じですけど。ちょっと気分転換でこれするか。全身的な。そうだね、全身的な。気分転換でこれにしよう。ちょっと、エヴァのアスカっぽいけど。あれ？こっち来たはいいけど？どこ行けばいいんだ？登れねえな。あ、こうか。いけた。はい。ええー。なんかいるよ。やべえよ。なんだあれ。感染源。もう弾なくなっちゃったけど、弾は？よ、あれ？いた。弾は？弾もらえますか？弾ないと困るんですけど。
ああ、こうやって取るのか。なるほど。もう完全にシューティングゲーなんだが。弾がねえ。チャージ。エイムが合わねえ。終わったし、かも。得意のシューティング。全然得意じゃない。いった。待って。なになに？いやね、パッドでエイムがね、マジで俺、最近やってないから。無難にスラグ弾がいいですね。まあ欲しい。痛い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 。あ、でもエイムアシストやっぱあるね、だいぶ。弾がなくなった。自動でロックオンしてくれたね、今。完全に天元の塊。そうだね、いて。全然強くないしな。そう、あとちょっとなんだけどな。ダメージも全然食らないし。全然余裕だね。うぃ。なんかハードモードとかも多分あるんだろうね。これはもうストーリー重視で、サクサク進めていいわ。見ろ、ハイパードライブだ。難易度ありそう。難易度あるだろうね。うんうん、だこれ上のラグじゃないのか。ハイパードライブ。あ、そうか、これ2個目か。あと1個だ。ん、あと3つだから、あれか、まだあと2つあんのか。保管状態は良さそう。よし、扱いは慎重にな。じゃあ戻るか。こっちは外で2つかな。待機させておく。そうだね。待って、なんでこんな場所にレガシーが。レガシー、インクリボンみたいだけど。なんだそれは。私たち空挺部隊が使う記録装置のこと。これで重要な情報を次の部隊に残すの。なるほどな。だが空挺部隊は何をしにここまで来たんだ。もしかしてアルファとかエルダーのことを何か知ってたのかも。再生してみる。第二次降下作戦より8日、記録3、レガシーアカウントレイブン、残る生存者はリプリーおよびアニス。アニスの容体は芳しくない。おそらくこのままでは長くは持たないはずだ。降下場所より 4.47 キロ地点でこの研究施設を発見した。見たところネイティブの研究施設と思われるが、施設は汚染されており正確なところはわからない。しかしながら
データを調べる中で驚くべき事実が判明した。我々が最終戦争と呼ぶ戦いの前に別の戦争があったようだ。おう。このもう一つの戦争で人類は人類が作り出したアンドロイドと相対したのだ。その名もアンドロエイドス。自らの創造物に人類は敗れ去ったのだ。ターミネーターじゃな。かろうじて生き延びた者たちは地下施設へ逃げ込んだが、追撃の手は止まない。やっぱそうなのか。だがそこで予期せぬ事態が起こり、それまでの戦況は一変した。人類が窮地へと立たされる中、ネイティブという正体不明の凶悪なクリーチャーが突如現れたのだ。ネイティブとの戦争によりアンドロエイドスは大きな痛手を負った。そしてその感激を縫って人類はなんとかコロニーへと逃げ延びたのだ。私はこれからネイティブの発生源を調べる。奴らの発生源をたどればエルダーネイティブも見つかるはずだ。これを見ている者にもマザースフィアの加護があらんこと。まだ今のところ分かんないね。まさかこんな記録が残ってるなんて。それに最終戦争の前にも別の戦争があったってどういうこと？コロニーじゃそんな話聞いたこともないよ。どう思う、アダム？人類の歴史はいつだって争いに満ちてる。最終戦争の前に別の戦争があっても不思議じゃない。だとしてもこれが私たちに伝わってないのはおかしい。レガシーを回収してそっちに戻る。イブ、待て。テトラポッドで迎えに行こう。わかった、外で待ってる。怪しくなってきましたね。結局人と人のとの争いなんじゃねえかな、これ。お、お、ありがてえ。一瞬でワープした。また試練に挑みたい。あ、いや、いや、全然全然。なことないです。さようなら。レイブン。じゃあ、また行くと何かもらえるのかね。この人は第二空挺部隊の持つ隊員レガシーを通じて他の部隊の情報を残した。これだけ。先輩がレイブンって名前がなんかねボスっぽいんだよな。いや絶対多分ね空挺部隊の誰かが改造されてされたやつがあいつな気がするんだよな。あの腕切られた、腕切ったやつ。ボスになってそう。よくやったな、イブ。ザイオンへ帰ろう。まだここにいるのか。やめろ。いや、そんな気がするな。リペアコンソール。あ、許可できる。めっちゃ上がるな。よくやったな、イブ。よし、帰ろうか。さあ、乗った乗った。帰りましょう。今後のボス女性がただったら考えちゃうね。そうだね。はい。え？越見の間の場所はわかるな。あ、越見の間に行くのか。別のエリアに移動する。あ、こんな感じね。いや、これクリア後は多分相当、いろいろ回って探す感じになるんだろうな。まず掲示板に行きたい。
最初はファーストセラルにトラベルなんだよ。ドローンもあるしね。そうだね。よいしょ。こっちやね。あれ、こんなんあった？あれ、これなかったっけ？寝れない。寝れない。何これ？あった気がしなくもない。あ、本当。場所が変わってるとか。どうなの？まあいいか。よいしょ。こっちだっけ？毎回迷う。こっちか。報告する。こっちか。マジで迷う。この人に報告でいいのかな？ロクサーヌ。天使ちゃん、こんな薄暗い路地にいると余計神々しく見えるわ。余計なことは言わないで。厳しい。怖い怖い。それで？あれ？ショップじゃなくて。楽しかったわよ。また行って。ええ。ここか、こっちか。今日は依頼、それじゃ。報告可能。これか、完了。うい。失われたデバイス、行方不明の妻。何を切るか、どっか。荒野に行くときに探してみよう。かわいそうに。はい。助けないと。なんだかんだ、全部、一応、進んではいるな。これもやれるっちゃやれるな。荒野で行方不明だったらどんなの見つける？思ったよりサブミッションが多くなかったや。なんかね、もっといっぱい増えると思うんだけど、どうなんだろう。まあでもサブミッションっていうかあれだね、種類があるんだろうね、多分種類があるんだと思う。色が違うのがあるから、多分。これからどうするかなんだよね。一軒の間に連れて行くか。一軒の間。こっちはね。これだ、希望の光。マジで迷う、毎回。こっちか。電話で行けよ、ほんと。まあね。黒いやつちゃんとついてきてる？黒いやつちゃんとついてきてるよ。これでしょ？いるいる。そっちじゃねえ。あ、でもスキルポイントあるわ。とりあえず、これかな。よし。よーす。アルファネイティブの居場所を知りたいのならば、オルカル。ああ、次の場所を教えてもらうのか。という感じか。
おっさんに場所を聞きに行くのか。あれも先にいる。おお、無事戻ったか。怪しいじいさん。怪しいじいさんだわ。よくぞやったアダム。あとはお主に任せるとしよう。ハイパードライブへ行くぞ。第二ドライブエネルギー注入。アクティベーション開始。これ結構良くないことをしてるような気がするんだが。アダムもなんか隠してそうだし。アダムはどうなんだろうね。おるからに話しかける。このや今やってることが結構やばいことなんじゃないかな。真相を隠しているのかな。私もそう思う。なんかね、意図せず力貸してそう。4つ揃うとどうなるのか。これはちょっと不安だよね。ガチャコン。今一度礼を言おう。今度はそっちの番。流行るな。すぐに答えを得られよう。アルファネイティブの場所かな今度は。古びた町の中心に下水処理場と列車の解体場がある。マトリックスイレブンと呼ばれるかの地よりアルファネイティブの反応を検知した。ジブラルタル。マトリックスイレブン。テトラポッドにマップデータを転送しておこう。これさえあればアルファネイティブが潜む施設へとたどり着けるはずだ。いろいろ教えてくれてありがとう。お主らのこれまでの働きに比べればこれでもまだ足りないくらいだ。うん、気をつけていくがよい。次の舞台に行くのかな多分。よし、とりあえず。今日も配信6時までっすか。いや、さすがにそんなにやんないですね。なんなら今日はもうサブミッション今日やって一旦終わりにしようかな。前より増えてる。言ったろ、俺たちの行いには意義がある。これでもう人からジロジロ見られずに済むぞ。よかった、さすがにこっちも眠いわ。そうそうだよね。で、身近に。正直ずっと落ち着かなかったんだ。俺はテトラポッドに戻ってる。せっかくだから街並みを見てくるといい。なるほど、これで結構街の感じ変わったっぽいな。これでめっちゃ増えてんじゃん。サブミッションめちゃくちゃ増えてるわ。とりあえず行方不明の。そういうことね。そうだね。なるほど、どんどんこの街が良くなっていくんだ多分。で、この人もなんか。いや、天使か。こんにちは。君は歴史に興味はあるかい？歴史？はい、はい、すごく興味ある。おお、そうか。前のめりとは驚いたな。興味を持ってくれて嬉しいよ。ここの住民はみんな疲れ切ってて歴史に目を向けようとしないんだ。うんうん。そこまで興味はないけど。僕は特に有機文明に関心があるんだ。僕らの以前に存在した有機人間とかさ。でも残念ながら当時の記録はあまり残ってないんだ。人の話をまるで聞いてない。妙だと思わないか。歴史を軽視してた。確かにひどいな。記録が一切ないのはおかしいよ。あえて隠されたんじゃないか。
近畿みたいにさ。どうだ、興味湧いてきたの？涙顔やっぱりな、好奇心は人の原動力さ。そんなこと言ったら消されるぞ。それでさ、いろいろ考えてたんだ。どういう場所を探したら昔の記録が見つかるかなって。君は87の記録保管庫に入ったことがあるって聞いたけど本当かい？そこでハイパーセルを手に入れたんだろ？そうね、手に入れましたよ。確かに中には入ったけど。そうか、なら一つ頼みがあるんだ。記録保管庫に有機人間の記録が残ってないか調べてきてくれないか？君なら絶対できるはずだよ、お願いだ。でも記録保管庫はもう。イブ、イブ、情報を抜き出すだけなら入り口にある端末から操作できるはずです。リリー、あなたも一緒に来る？ついてっていいんですか？エイドセブンにまた行かなきゃいけないのか。文明についてもっと知りたいです。それじゃあエイドセブンに行った時に調べてみましょう。そうこなくちゃ。君も歴史好きで本当よかったよ。じゃあ頼んだね、ここで君を待ってるから。いい知らせを頼むよ。さあ行っと行っと。ええ、もう分かった。やっぱり結構やっぱ重要そうなやつは重要なんだよな。イーグルロイアイテム、やっぱね、サブミッションも やった方がいいやつはやった方がいいんだよね、多分。なかなか。やっぱりフルでやった方がいいのかな、これは。やる順番とかあるのかな。いや、順番というか、なんか、重要そうな、話だったりとかするし。重要な情報普通に書いてるもんね。そうだね。結構サブも、やるだけやってった方がいいかもしんないな。行方不明だったらドナを見つける。ドナを見つけよう。これか？早っ。アマンダの記憶。クリスに執着が悪化している。ドナに言うべき。でももしドナが気づいたら、ドナが電話してきて会いたいって言ってる。手遅れになる前に伝えておくのが良さそうね。アマンダのメモリースティック。ドナの記憶、アマンダ。クリスを誘惑しようとしてるの。たった一人の友達だと思ってたのに。私が幸せになるためにどれだけ頑張ってきたか知ってるでしょ。もう許さないから。絶対に殺してやる。ああ、そういう。ああ、これ。この悲劇を。殺し合いをしてしまったんだね、これは。残念。ひどい話だ。マインドマップコピーがこの辺にあるのかな、多分。ここ行ってみよう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。この先かな？はい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 、いって、はい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 、弱っ、だいぶ強くなったな。この細道かな。どうだ、いた。攻撃力だいぶ上がったな。そうだね。めっちゃいる。さすがに弱いね、でも。はいはい、
よいしょ。さっきの敵は弱かったのね。さっきの敵は弱かったね。お。だからここ来てなくね？今初めて来たんじゃないの？攻撃力、攻撃力めっちゃ上がってんだけど。電話。ウェイポイントここ解除してなかったわ。全部同じ場所に見える。確かにね、ここは確かに分かりづらい。よかったね。なんか殺し合いがあったっぽいな。は？あれ？こいつ久しぶりじゃね？なぜこんなとこに？ねえ。え、急なボスらしくなんだが。いやいやばい。急ななんかボスラッシュ。行って。何？急なボスラッシュ。いてー、死ぬ。やばいやばいやばい。ちょっと起きて起きて起きて。やべえ。起きて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 。やばい、死んだー、死んだー。し、いった。パスポートラベルあるのを納得。はい、早い、はい。二回やってくんだな、この尻尾。いって、ああ、間違えた。ちょっと待って。うざい。薬が足んない、やばい。これがラストだね、多分ね。やべ、弾がね。あー、うぜ。なあ、もう。あー、もう邪魔だな。たまたまたま。いやー、これうざすぎ。いや無理、ほんと。超邪魔なんだけど、敵一歩が超邪魔だな。
きっついな。いや、なるべくダメージを減らさ、食らわないようにしないとな。あ、あー、うぜえ、マジかよ。いやー、厄介なのは後ろから攻撃されるとガードできないんだよね。人にもろ食らうんだよな。なる骨。おう。強い？ボスより強いっていうか、強いっていうあれじゃないからね、単純に戦闘が長い。扱っちゃった。ああ。違う、どっち見ててバカ野郎。いやー、終わった。あ？あ、まだあるか。
やー、終わった。あと少し。危ない危ない。集団戦に特化した。うわー、最高じゃん。うすうすうす。めっちゃいいのもらったわ。拍手。さすがいいの手に入ったね。さすがにいいの手に入ったの。スピードアップギア、ベータチャージギアでしょ？リペアコンソールでオムニボルトを使わなければならない。これいい加減に開けたいんだけどな。まあ、ベータよりも、どれだ？集団。オムニボルト？オムニボルトかな？あれ、どうだ？あれ、集団のやつどれ？さっき手に入れたよね。あれ、どっか行っちゃった。なんかと間違えたかな。あれ？集団なんちゃらみたいな。どこの装備だろう。罠来た。多分新しく手に入れたやつ、色変わったと思うんだけど、わからなかったな。まあいいや。とりあえず。クリティカル率が上昇する。これの方がいいか。これでいこう。いやー、派手にやられたぜ。集めたパートをリリーに届ける。届けよう。キャンプに戻ろう、とりあえず。これ許可できるね。いいね。ドローンはまだ無理。ナノスーツもまだ作れない。よいしょ。OK。さすがに今日はこのぐらいにしとくか。ちょっとなんか、結構普通に、ガンガンいける感じだな。三角のやつ。スラッシュが敵のシールドに、容量のベータエネルギー回復、こういう攻撃力アップを単純につけようか。
これをリリーに届けて終わりにしよう。今日は。ちょっと気分転換に髪の毛短くするか。マジか。どれだっけ？ディスプレイじゃないの。言語。アクセシビティ、これか？ポニテの方か。釣り操作の変更。え、釣りできるじゃん。え、釣りどうやってやんの？釣り竿持ってないけど。釣りやりたい。釣り竿も、釣り竿なんかどう手に入んだ？釣り結局あったんだわら。ねえ。でもあそこになかったよね、釣り竿。これか。ショートポニーテール。まあ、これはこれで、まあ、ちょっとなんか、うん、ちょっと寂しい感じするな。これかわいいよね。すっきりしたわ。すっきりしたな。釣り竿どこにあんの？あ、あのパスワードがないと開けらんないやつに入ってそう。中に入ってたんじゃないかな、多分。イブ、待ってました。お見せしたいものがあるんです。お、なんだ？これは何？パスまみれになってきた。ねえ。これはですね、名付けてアルファ信号受信機。アルファコアのかすかな反応を拾って、その位置をピンポイントで割り出せるデバイスです。そう遠くのコアまでは探知できませんけど。オルカルが話してた場所までたどり着けば、きっと役に立ってくれるはずです。確かに似てすぎるな。はあ、やるじゃないか。俺の出番はもうなしか。アダムの出番なんて最初からないよ。ひどい。君にへこんでるじゃないの。いつも助けてくれてありがとう。それとね、もう一つ。手厳しいね。ちょっと後ろ向いてみて。よし。終わり。なんだ？パーツ増えるのか。何をしたの？ボディセルの出力をちょっといじってみました。体が軽くなった感じしません？確かに軽くなった気がする。え？試しにジャンプしたらきっと違いにびっくりしますよ。どういうことだ？ダブルジャンプか。なるほどね。ああ。ダブルジャンプ覚えちゃいました。いいじゃん。完璧ですね、これで。ウィーイ。おお。出発する前に、アルファ信号受信機をテトラポットに積み込んどきます。いけないと、こまあまああったのに。そうだね。リリー、必要なものは揃った。そしたら、修理開始です。準備を進めとくんで、患者さんを連れてきてもらえます？すぐ連れてくる。連れてくるの？ああ、早っ。アディダスのジャージみたいなの着てんな。わら。できる限りはやってみた。完璧とは言えないけど、元よりはだいぶ良くなったはずだよ。自分が着るのが嫌だけで嫌いではないですよ。スー、そこにいるの？そういうこと。感じる。そこにいるのね。エイヤ、平気か？エイヤ。あ、しゃべれた。すごいね。温かいわ。
懐かしい感覚。エンヤ。イブ、感覚が戻ってきたわ。あなたのおかげね。助けてくれたお礼をしたいけど、私にできることなんてせいぜい歌を歌うことくらい。歌を聴けるだけで十分。それとお礼を言いたいならリリーに。全部彼女のおかげだから。完了。よかったね。よし。まあ、おめでとう。まあこんなもんか。ミッションいっぱいあるな。サブミッションやる回も作った方が良さそうだな。メインよりも。まだまだか。まだまだだね。でもなんか難易度的にやっぱり全然いけそうな気するんだよな。タブやってもなんか余裕ありそう。よし。まあ、とりあえず今日はここまでだね。文章回収すんべ。そうね。文章回収しましょう。缶、缶はまだまだ。まだまだだね。8個。あ、おしえさん、お茶ばかりでます。もうスキルが一気に強すぎて。戦闘がだいぶ楽になってきたな。いや、ダブルジャンプはでかいな。缶も欲しい。あ、さすがに、ダッシュした後はダブルジャンプできないね。ダブルジャンプして、ジャンプはできるけど。間で、ダッシュして、さらにジャンプってのはできます。よし。まあ、今日はこんなもんですかね。3時間と今日は短いですが。よし。お疲れ様でした。お疲れ様です。明日はちょっとまあ、スタジオの時間によるかな。時間によってはやるかも。もしかしたら。今日も配信ありがとね。スタジオの時間によってはやる可能性はあるけど、まあまあやんないと思ってくれたら。サブクエだけ進める配信とかもやろうかな。そのうち。ありがとう。よし。ちょっと、テラーブレードは結構とことんやっていくんで、配信の頻度も上げれたらな、と思ってます。お願いします。では、ちょっと遅くからね、あれでしたけど、今日は。いきつ。お疲れ様でした。ちょっと早いですが、終わりにします。ラブです。お疲れ様でーす。お疲れ様。ゆっくり休んでね。また配信でから。